全てを支配するような最大のチャレンジだったのがブラムっぽいんじゃないかなっていうの。シドニアの騎士よりもより複雑なブラムの世界だからこそできた表現かな。やっぱりこだわりなんですよね。シドニアの騎士第9惑星戦役というテレビシリーズを2015年に放送しまして、8話に出てくる劇中劇にうちのスタジオのエグゼクティブプロデューサーの守屋がこれブラムでやっちゃえばと、シドニアのその制作の本筋とは全く関係ないチームで、1分半ぐらい作ったんです。でその1分半の映像の評判があまりにも良くて、じゃあ映画化しようかっていう。他の案件でも類を見ないほど二瓶先生がもう最初からどっぷり入って、毎週打ち合わせ来て、暇さえあれば設定が送ってきてくれて、そのまま映画制作者になっちゃうんじゃないかってぐらいもうどっぷり先生が入ってくれたんですよ。副監督というのは、まあ監督と一緒にまあ映像を作っていく仕事です。で CG スーパーバイザーというのは、まあ CG で作っていくにあたってスケジュールであったりコストであったり技法であったり、そういったところを精査していく仕事です。でブラムにおいては脚本の開発段階、プリプロの段階から制作さんと一緒にやらせていただいて、ストーリーボード以降を任せていただいて CG プロダクションと一緒に映像を作り上げていったという感じですね。僕らのプロダクションとしても最大のチャレンジだったのがサナカン戦だったんじゃないかなというふうに思います。サナカン戦はその狭い塔の中を上下に走り回りながら、サナカンが物を壊しながら、キリーも床を破壊したりしながらその舞台の中を駆け抜けていくわけです。このシーンを作るにあたって、そのまずアニマティクスというものを作らせていただきました。ここパラパラ漫画風ではありますが、どういうカットワークでどのキャラクターが何をするか、どうしてもスケジュールであったりコスト的にはまらないだとか、その映画として冗長になりすぎてしまうというようなことで、泣く泣く結番にしたブロックがあって、まあ一番象徴的なものを紹介したいと思います。まずこれがアニマティクスですね。ここまでできてたんで、生き延びろ。この人たちがやろうとしてることは村を救うことになるかもしれない。都市を人間の手に取り戻したいのよね。ブラム。